皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の数学ミニ式の計算の11回目、今回は単項式の除法割り算についてお話しします。この除法割り算って掛け算の時と比べるとミスする人がぐっと多いんですよ。どんなミスをしやすいかと、この部分も含めて説明していくので聞いてください。カッコ1番 18xy÷3y、 係数の部分が整数の時にはこの割り算全体を分数の形にして計算するとミスがしづらいです。1年生の時にこの a÷b、 これを b 分の aと表せるよと勉強していますよね。これと同じように考えます。割る数が分母、割られる数が分子にいきます。 18xy÷3y、 割る数の 3y が分母、割られる数は 18xy 分子、こういうことですね。では約分します。3と18を約分します。3は1、18は6ですね。同じ文字同士も約分できましたよね。ですから y も約分して1、 y も1と、こうなります。分母1になったから分母は消えちゃいますよね。ですから分子の部分を計算して6と x が残っているので 6x、 これが答えになっちゃうんですね。2番です。マイナス 15x2 乗割る4分の 3x、 この分数の部分が入っている計算、これは必ず掛け算に直して計算します。分数の割り算、分数の掛け算にするとき、掛け算にしたら分母と分子って入れ替わったでしょう。これと同じことをやるんですけれど、この時ミスをしやすいんです。どんなミスをするかというと、掛け算に直したとき数字の部分は3分の4になるんですけど、 x がそのまま後ろについていたりするんですよね。これって実はダメなんですよ。なぜダメなんでしょうか。では理由を説明しますね。4分の 3x ってこんな形に書き直すことができましたよね。こうしてみるとすぐ分かりますよね。 x って分母と分子どちらにありますか。分子にありますよね。上にあるわけです。ですから掛け算に直してひっくり返ったら分母、つまり下に来なきゃいけない。でもさっきのものだとそのまま後ろについている。後ろについていると上に乗ってるのと同じになっちゃいますから、これは計算ミスしちゃうんですよね。正しい答えにならない、こういうわけです。ですから掛け算に直したときにはマイナス 15x2 乗かける、この形で考えてください。 3x 分の4、ね、x は分母に来ていると、こういうことですね。でもちろん約分をします。3と15、約分して5になって x と x2 乗の、これ x2 乗というのは x が2つあるので x が1つになりますよね。そしてこれ負の数と正の数をかけるのでマイナス 20x と、これが答えになります。すぐここでちょっと約分しづらいという人はこういうふうにやってください。分数の形にするとき、マイナスは前に出して 3x が分母ですよね。そして 15x2 乗かける4と、こうやって約分をします。3は1になって5が、15が5ですね。で x が1つ消えて、こちらも2乗だったのが、ね、x だけになっちゃいます。そうすると同じようにマイナス 20x と、ね、もちろん同じ答えになります。
3括弧3番です。 6ab 割る括弧マイナス9分の 2b、ここで学習したようにここの部分気をつけましょうね。6ab 掛け算に直します。かけるマイナスこれ 2b 分の9、こうですね。これで約分をします。2と6約分します。 d も約分できますね。同じ文字同士は約分できます。と残っているのは 3×-9 マイナス27、そしてあと a が残っていますから a とマイナス 27a というのが括弧3番の答えということです。このように割る数に、ここが分数の時には文字がどちらに来るかということを意識して問題を解いてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。